ジョゼフ・プルーストはフランスの科学者である。テーピレーの法則を唱え、ベルトレートの論争を通じて化合物が元素の整数比の組み合わせでできているという概念を広めたことで知られる。プルーストはアンジェに生まれ、父親の薬局で科学を学んだ。ジャック・シャルルと親しく1783年頃、気球による飛行の研究を行った。 その後スペインのセゴビアの砲兵学校の科学の教授になり、1789年からスペイン王カルロス4世のマドリッドの科学研究所の所長になった。1792年にはプルーストが設計したスペイン最初の気球がカルロス4世の前で飛行した。1806年フランスに戻った。1808年カルロス4世が退位し、ジョゼフ・ボーナパルトが スペイン王になると保護者を失った。1816年に科学アカデミーの会員になった。プルーストの業績は1794年に、ブドウ等など、等類の研究で業績を上げた。この頃から、ベルトレート、化合物中の成分元素の量の比が一定かどうかの、論争と金属の酸化物に関する実験を行い1799年に、テー例レの法則が確立されたとされる。 ダビット・ダンジェによる共像。ありがとうございます。